東京の国際観光拠点に、新たな目玉施設の開発が進んでいますこちらに見えるのがマンション、そしてこちらがホテル、その奥に見えるのがイベントホール、さらに奥が商業施設と、この道、ずっと奥まで両サイド開発が進んでいます。 東京・江東区の臨海エリアで建設が進む巨大ビル群来年春に開業予定の都内最大規模の大型複合施設有明ガーデンです倉庫数1500戸を超えるトリプルタワーマンションのほか200以上の店舗が入る大型商業施設 さらに国際会議にも対応できる最大8000人の収容が可能なイベントホールや劇団式の専用劇場などさまざまな魅力が詰まっています。そしてこの施設の最大の特徴は国家戦略特区の制度の位置続けとしてはですね、まあ内閣府内閣総理大臣の直下の内閣において、えっ、ー、とワンストップでまああの巨人化がスムーズに進むということが最大の。 まあ、特徴でございます経済を活性化することなどを目的に地域を絞って規制などを大幅に緩和する国家戦略特区制度ここ有明ガーデンも開発中に国家戦略特区に指定されたことで施設の建設に当たって必要な膨大な手続きが簡略化されるメリットがあったといいます。ホテルやレジャー施設設の建設など 開発が急速に進んでいる臨海副都心エリア今回新たに有明ガーデンが誕生することで国際的な観光拠点としての機能が強化されることにまた2020年東京オリンピック・パラリンピック終了後のまちづくりの中心としても期待が寄せられています私どもの施設以外に例えばオリンピック施設のその後の利用であるとか